私の名前は宇垣美香。最近この高校に転校してきた。おい宇垣。この人は白井天馬さん。この学校の生徒会長で異常に生徒から人気がある。何ですか？私忙しいんですけど。それのどこが忙しいだ。普通に弁当食べてるだけじゃないか。はい、お弁当を食べるのに忙しいです。俺の誘いを断り続ける女なんてこの学校ではお前くらいだぞ。まったく。そんなことを言いながら近くの席を引き寄せてどっかりと座る。私がこの生徒会長から目をつけられるようになったのは、彼に対して塩対応してしまったかららしい。食べにくいんですけど。そうだろうな。本当に食べにくいんですけど。じゃあ俺は食堂に行くから付き合え。いえ、一人で行ってください。会長命令だ。私は行きません。頑固なやつめ。ふん、後で一緒に食べたいなどと泣いたって無駄だからな。彼が私に目をつけているのは、生意気な転校生というイレギュラーな存在だからなのだろう。転校生なんてラベルは月日が経てば効力をなくすので、しばらくすれば私に平穏な生活がやってくる。平穏な生活への条件は先輩からの注目をそらすことが必須だ。だが平穏な生活へは程遠いと思うことはよくある。それは今日のように下校中にあまり話したことのないクラスメートに囲まれてしまうと嫌でもそう思ってしまう。宇垣さん、ちょっといい？ほんのちょっとだけだからね。逃がす気はないらしく、私の両腕はがっちりと握られていた。そしてそのまま空き地に連れられていく。人の気配がないと分かった途端、彼女たちの態度は急変する。なんでこんなところに呼ばれたか分かってる？黙ってないで何とか言ってみたらどうなの？あ、もしかして心当たりないとか？心当たりと言ったら一つしかなかった。白井生徒会長に対する私の態度が悪いからですか？正解。でも正確にはちょっと違う。天馬様が転校生のあんたを気遣っているのに、どうしてそんな塩対応ができるわけ？天馬様という言葉がやけに耳に残った。彼には熱心なファンが多いと聞いたことがある。ほんとムカつくんだよね。どうして天馬様はこんなやつを気にかけてるんだろう。っていうか天馬様の誘いを断るとかありえないんだけど。怒りを抑えきれなかったらしく、彼女は私を突き飛ばした。その拍子に壁に背中をぶつけてしまった。これはまずいと思っていた時だった。お前たち何をしている？その声を聞いて安堵した自分がいた。会長、これは。ああ言わなくていい、全部聞いていたしな。会長はどうしてこの子を気にかけるんですか？愛想なんて全然良くないのに。確かに宇垣の愛想は最高に悪い。そんなのは俺がよく知っている。彼の声はよく通る。悪口を言われているのになぜかあまり嫌味を感じられなかった。じゃあどうして？さあな、俺にもわからん。でもこれだけは言える、俺は宇垣のことが気になって仕方がないってな。用がないなら俺たちは帰るぞ。カップルの貴重な時間を邪魔しないでほしいな。ほら行くぞ。ぐっと力強く手が握られると、そのままズンズンと大股で歩き出す彼についていく。ちらりと振り返ると、彼女たちは呆然とした様子でこちらを見つめていた。白井先輩、ありがとうございました。あ、別にあれくらい気にするな。それより背中は大丈夫なのか？ちょっとぶつけただけなので大丈夫です。なんだ？で、話してもらっていいですか？話さない。宇垣はいつも俺から逃げるんだ。こんなチャンス逃すわけにはいかないだろ。だってここ通学路だし、他の生徒だっているし、先輩の彼女さんに悪いです。俺今彼女いない。じゃあ先輩の彼女かもしれないって噂されてしまうのでダメです。どうしてダメなんだ？それはに続くセリフが思い浮かばない。彼のまっすぐな瞳に見つめられてしまうと何も言えなくなってしまった。俺じゃダメなのか？先輩、
漫画みたいなこと言うんですね。お前な、この空気でよくそんなこと言えるな。別に私はダメとは言ってないです。先輩の足が止まった。目を丸くして私を一瞥すると、にやりと口角を上げる。へえ、あんまり可愛くないけど、動きにしたら頑張ったことだし、合格だな。なんですかそれ。うがきもなんだかんだで俺のことが好きなんだな。違う。ふん、今更違うなんて言ったってもう遅い。うがきは俺に選ばれて、うがきは俺を選んだ、そういうことだ。自信たっぷりな顔でそういう先輩を言いまかす言葉なんて今は思い浮かばなかった。手始めに一緒に帰るところから始めるか。まあそうそう、これは彼氏命令だからな。